今回は、オンラインツール、プロットオブデータによる箱ひげ図の作成についてです。講師は、名古屋大学高等研究院 YLC 特任助教の別所上原学が務めさせていただきます。よろしくお願いします。本日はこのような流れで、講義を進めていこうと思います。まず、自己紹介させていただきたいと思います。改めまして、私の名前は、別所上原学と言います。生物学の研究をしており、特に光る生き物、発光生物の、生物進化について興味を持って研究を進めています。基本的な研究テーマとしては、この緑の太字で書いてある2つのことをメインの柱としてやっていて、まずは、光る生き物全般の進化について、例えば、ホタルなどが、どのようにして光るようになったのか。これは、ルシフェリンやルシフェラーゼといった化合物やタンパク質酵素を使って、生き物は光ってるんですけど、そういった分子を科学的あるいは分子生物学的に明らかにして、その進化の原点、起源を探っていくというような研究をしています。で、対象としている生き物は、ホタルだけでなく、いろいろな生き物を扱っていて、庭先で見つかるホタルや土の中に住んでいるトビムシといった小さなも、身近な溢れているような、ありふれたものから、海に行って、クラゲや深海探査船を使って、深海の生物、光る生物いっぱいいるんですけど、そういうものを研究しています。で、もう一つ、研究トピックとしては、餌生物の能力を盗む生き物について研究をしています。で、これは、最初の研究から、派生したテーマなんですけど、キンメモドキという写真に出てきているお魚ですね。は光るっていうふうに知られてたんですけど、そのメカニズムが分かってなくて、それを明らかにしたときに、餌から盗んでいるということが分かってきました。どういうことかというと、生物発光というのはルシフェラゼタンパク質を、使って光ってるんですね。なので、このタンパク質の遺伝子というのは、光る生き物のゲノムの中に、コードされてるっていうのが、これまでの常識だったんですけど、キンメモドキはそうではなく、キンメモドキは自分のゲノムの中にこれを持ってるわけではなくて、餌である海ホタルやその仲間を食べることで、海ホタルが持ってる発光に関わるタンパク質を、消化せずに、分解せずに、取り込んで、それを利用している。いうふうにして光ってる。で、これが、普通タンパク質消化分解されてその機能を失ってしまうんですけど、そういうふうなことをしてないっていう、タンパク質を盗んで使うという現象というのは、全く新しい現象ですので、これを糖タンパク質という、糖タンパク質現象という名前をつけて、それがどのようにして生物の中で起こっているのかみたいなことを研究しています。で、こういう感じで、この研究を、海ホタルから光るんですけど、キンメモドキ、新しい進化の戦略、糖タンパク質の研究をしてるんですけど、その最初の、研究成果っていうのが、サイエンスアドバンスに載っていて、でそこではこういうグラフを使って、キンメモドキが餌からタンパク質を盗んでいるということを証明しました。で、キンメモドキ、野生から取ってきたばかりだと、光るんですね。生物発光していて、体の中に発光器官という特別な組織、臓器があるんですけど、その中にルシフェラーゼを、蓄えていて、
ルシフェラーゼ活性がしっかりあります。野外から取ってきて、1週間経った、1週間以内の個体というのは、しっかりルシフェラーゼ活性が、見えています。これを長期間飼育していくと、3ヶ月1年飼育していくと、どんどん活性がなくなっていって、そこに、餌として、発光性の甲殻類の海ホタルを与えると、魚の発光器官の中にあるルシフェラーゼ活性が回復していった。というようなことを、まあ、もっと厳密な研究とかもしてるんですけど、まあ、こういう実験をして証明しました。でその時に、使った図、これ論文のグラフなんですけど、というのが、アコヒゲ図プラス、実際の生データの点のプロットを重ね合わせている図で、こういった図を作りたいっていうのが、今回、講義に来ていただいた皆さんがやりたいことかなと思います。で、講義の内容に入っていこうと思います。で最近は、そうですね、この、今までだった棒グラフプラスエラーバーだけで良かったんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、データのばらつき具合、データの形が実際どうなってるかっていうのを知る上では、実際の点をやっぱりプロットした方がいいんじゃないのかっていうのが、最近の流れになってきていると思います。で、それを端的に表しているとても面白い例があるので、紹介したいと思います。アンスコムの数値例として、言われている、知られているもので、左側の、4つのグラフを見てほしいんですけど、これ、データの点の、サンプルパターンっていうのが、まあ、1、2、3、4、どれも違うと思います。しかし、これを例えば、近似直線で一本で表してしまうと、つまり、データのスタティスティック、統計量を、次元を落として一つの統計量で表そうとすると、全く同じデータになって、同じ統計量になってしまう、要約データになってしまうということがあります。この場合、生データを見たら、どんなパターンだったのかなっていうのが明らかにわかるので、生データを、統計量だけ見てないで生データを見るっていうのは大事ですよということですね。で、生物学をしていると、まあ、データがばらつくっていうのはもうどうしようも仕方のないことなので、まあ、統計量が同じでも、毎回きちんとデータを生データに立ち返って確認して、それがどういう分布をしているかということを見るというのが非常に大事だということ。で、それを相手に見せるときも大事だということです。で、もう一つ面白い、先ほどのページも、こちらに示している図も、同じホームページ、リンク、URL 下に載せてあるんですけど、ところから、貸していただいているものです。で、この Same Stat Different Graphs っていう、ホームページから、お見せしています。で、これ XY 座標に、いろんな、これ例えば恐竜データサウスっていう恐竜の絵が描いてあったり、まあ、適当な分、いい感じにばらついてるデータだったり、いろんなパターンが星だったり、横線だったり、斜め線だったり、丸二重丸バツ、9個の点みたいな。まあ、これ全然違うデータに見えるんですけど、これようやく統計量、X の平均、Y の平均、X の分散、Y の分散、X と Y の相関っていう値は、全部一緒なんですね、実は。だから、ようやく統計量だけ見てると、この、3、4、12、足す1、13個の、データっていうのは、本当は全く、リアルだと生データをちゃんと見てる人には全然違うものだってわかるんですけど、ようやく統計量だけ見てると、みんな同じに見えてしまうよっていうような、
予約統計量に頼る危険性っていうのがあります。まあ、裏を返せばデータをきちんとビジュアライズすることの重要性っていうことにつながります。そう。まとめると、で、これ、論文を書くとか、学会発表するっていうところでも、まあ、クリティカルに効いてきていて、実際のあなたが取った、私が取ったデータはこういう形で、これをグラフにして発表しましょうって、あ、いい感じのグラフですねってなった時に、まあ、想像力が豊かな、読者が、このデータを見た場合、あ、これは恐竜のデータなんだ、恐竜の形になるデータなんだなっていうような解釈をする余地があるっていうことなんですね。なので、実際、真理を追求するっていう意味では、できるだけ生のデータを、分かりやすく載せるっていうことが大事です。で、そういう意味では、棒グラフプラス、エラーバーっていうのよりは、ボックスプロット屋さん、サンプルとかジタープロットとか言うんですけど、っていうのを、見せた方がいい。とはいえ、Excel でこれ作るのって結構至難の技なので、どうしたものかっていうような悩みがありますよね。で、有料ソフト、結構お値段のする有料ソフトを使ってもできると思いますし、R を使って、統計ソフトの R を使って、ggplot2 などを使って、作成することもできます。でもそれも、どちらもな経済的なコストだったり、コーディングに習得者にはなかなかハードルが高かったりっていうのが、そのような問題がありました。で、今回の、そうですね。で、例えば先ほど見せた図だと、右に書いてあるような、すごい長いコードを書いて、ようやく一つの、論文のデータが、論文に載せられるクオリティのフィギュアができるんですけど、コードをに慣れ親しんでない人は結構難しいクリックだけでできたらいいなって皆さん思うと思います。僕もこれをやってる当時はそう思ってました。で、時は経って、そう思う人が、素晴らしいものを開発していただい、開発してくださいました。で、それがプロットオブデータです。プロットオブデータはマイクロソフトオフィスエクセルでは描画が困難なグラフを簡単に書くことができる無料のウェブツールです。インターネットが使えれば誰でもできる。クリックできれば誰でもできる。で、データをコピペしてカチャカチャボタンを押すだけなので、プログラミングがわからない R 言語未習得者でもマウス操作だけで使用できるというところがメリットです。で、作成できる図の種類っていうのは、箱ひげ図やバイオリンプロット、実測図の散布図などがあります。で、プロットオブデータの、ウェブサイトの URL 下に書いてあるので、この講義資料見られたら、これをコピペして飛んでみてください。で、まあ、Google で、検索してもすぐに上位に出てくると思います。で、じゃあ実際にプロットオブデータを使って、こちらのグラフを作っていってみましょう。画面を変えましょう。で、これ、生データが、
あります。それぞれの条件で何回測定したかっていうデータがあって、まあそれは普通に Excel で作っていただいたらいいと思います。で、これをコピーして、これが、プロットオブデータの、サイトになります。ウェブページになります。で、もし生データがないよっていう方は、例になるエグザンプルのデータがありますので、それを使ってやってもいいかなと思います。で、どういう実験してるかわかんないんですけど、実験条件 ABC があって、なんか試薬かなんかが、ロー、ハイ、ミディアムのコンディションになってるんですかね。で、データをアップロードする方法っていうのはいくつかあって、ウェフツエグザンプルツっていうのは中に入ってるもので、アップロードすることもできますし、Excel からコピーしたやつをそのままここの箱の中にペーストして、サブミットデータってすると、簡単にデータを取り込むことができます。で、そうですね、ファイルの、あれが、Excel の場合だとタブで自動的に、デフォルトがタブ区切りなので、そのまま何も考えずにコピペするだけで使えますし、スペース区切り、コンマ区切り、セミコロン区切りのデータを使っている場合は、デリミターのところでそれを選んでください。で、あとR を使って ggplot は使えるけど ggplot に使うためのデータを作ることができないわっていう人は、ここに、生データアップロードした後にダウンロードイン tidy フォーマット csv っていうのがあるんですけど、これをクリックしてデータをダウンロードすると、この、ワイドフォーマットっていうんですかね、私たちが作りがちなデータっていうのを、rggplot2 が使いやすいような、tidy フォーマットの形式としてデータを取ることもできるので、このデ、結構データの前処理っていうのが R だと難しいんですけど、そこの部分を簡単にやってくれる、ツールとしても使うことができるのかなと思います。はい。で、サブミットしたデータがきちんと読み込まれてたら、こういうふうに、この最初のページで、きちんと表示されます。で、できたら、今度、上のタブで、今、データアップロードっていうところにいるんですけど、プロットのタブに移動しましょう。で、そうすると、データがきちんと読み込んでいる、読み込まれている場合は、このプロットのページに移ったときに、値と各コンディションごとに、データが並、データがプロットされてるんですね。で、実データの、スタープロットと平均値が、バーで表されています。で、データの、その、表示の、プロットの表示の仕方っていうのを、いくつか選ぶこともできます。で、ビジビリティオブデータでは、透明度を変えて表示するっていうこともできますね。で、今中、平均値だけを取ってるんですけど、中央値だったり、皆さん書きたいのはボックスプロットだと思います。もちろん書けますし、バイオリンプロットとかもパッと書いてくれます。で、95% 信頼区間も、クリックするだけで、書いてもらえます。はい。で、
これ順番を変えるっていうのも、簡単にできて、データを上げた段階での、順番ですね。エクセルの、ファイルの順番通りに表示しているのが今の状態で、例えばまあデータによっては、ID と、サンプル ID だけとかだと、上から下、下から上みたいな風にしたいこともあると思いますけど、まあこういう、あるいは、サンプル ID 順に並べたいとかだと、名前の構図に、標準に並べ替えることもできます。で、幹を縦にしたり横にしたりみたいなこともできるし、グリッドない方がかっこいいですよねっていうこともできます。で、対数表示だったり、縦軸をいやいや100もいらないから50から下だけ見たいわっていうんだと、0から50ってできるのかな？あ、できますね。下の方だけ、低いところだけ特に注目したいみたいな場合だったら、スケールを変えることもできます。はい。で、それぞれのデータポイントに対する色をつけたい場合は、use color for the data。で、箱ひげ図に色塗りたい場合は、統計データ、箱ひげっていうのは統計データなので、統計データを色を塗る。バイオリンプロットの場合も、バイオリンプロットの色を塗るということが。で、色の種類も、まあ、なんか、いろんなカラーパレットが用意されていて、使うことができるし、黒背景、パワポとかで使うかもしれないんです。パワポのプレゼントとかに、まあ、そのまま使いたいっていうような人もいらっしゃるかもしれないですけど、黒背景もできます。で、use color for, で、user define にすると、自分で好きな色を指定して、色を塗るっていうことができます。で、ここの色は、例えば、レッド、とかにすると、三つ目があれですね。小さすぎて色が見えないんですけど、レッド、ブルー、レッドって三つだったら、この三つを繰り返しにするし、レッド、ブルーだけに書いたら、赤、青、赤、青っていうのが順番に繰り返される。まあ今回6個の6つのコンディションがあるので、それぞれ書いて、コンマ区切りで6つの色を書くとそれ通りになります。僕が出してたデータだと、まあ、グレー、グレー、スカイブルーかなとブラックだと思うんですけど、そういう風に書いてみましょう。グレイ、グレイ、グレイ、カイブルー、ブルー、カイブルー、ブラック。で、やると、さっきのデータが、これまでお見せしてたような色が出てきましたので、こう、use color for data っていうところもチェック入れると、データのプロットも、そういう感じになってます。で、プロットが目立つようにしたいんだったら、透明度をちょっと下げてやるとか、
で対応できるのかなと。透明度を調整してやることで、どっちを強調して見やすくするかみたいなことを簡単に直感で、できます。で、このデータを、出力するっていうことを考えると、この縦と横のピクセルを指定してあげるといいかなと思います。横長の方がかっこいいので、例えば、360とかにしますか？すると、あ、なんか、いい感じになってきましたね。まあ、この時はもうちょっと横が長かったのかな。300とか。あ、これでいい感じ、ぽい、かっこいいグラフができてきました。で、論文のタイ、論文じゃないか、グラフのタイトルを、これはフィーディングエクスペリメントだったかな。リーディングエクスペリメントっていうタイトルにしたり、X 軸、Y 軸の、Y 軸はコンディション、X 軸はコンディションだからいいか。Y 軸はルシフェラーゼ、ルシフェラーゼ活性なので、こういうふうに、ラベルをつけることもできます。で、フォントのサイズも変えられるし、いいかな14くらい、まあ、いい感じですね。で、フィギュアディスクリプションは、フィギュアディスクリプションは、どういう設定で書いたかっていうことなので、僕らが論文に載せるフィギュアの説明とはちょっと違うんですけど、まあ、メモとしては、残しといたらいいんじゃないのかなと思います。で、一番上に行くと、ページのトップに戻ると、この、作成したプロットを、PDF フォーマットでセーブする、SVG フォーマットでセーブする、SVG、あと EPF、SVG と EPF はベクターなので、ベクター形式。なので、Adobe とかで編集できるようなものになります。あ、PDF とか。あとは Ping でラスター形式でも、ラスター形式でも、ダウンロードできます。Ping でクリックしたらダウンロードに入りました。あとはデータのサマリー、統計量が書いてありますね。N 数何個なのか。かが、パッと見てわかります。はい。で、これが、まあ、ざっくり簡単な、使い方の説明でした。で、もう超簡、本当に簡単にあっという間に、論文クオリティの図が書けるようになります。はい。できました。で、あと、色を、Excel だったら、パレット、カラーパレットがパッと出てくると、使いたいカラーパレットが出てきて、これを選ぶっていうのができるんですけど、スカイブルーよりももうちょっと青色がいいみたいな時は何をしたらいいかっていうと、もうちょっと細かいとこ、まあ、色をいろいろ、名前の色を、いろいろな名前の色を知ってる方はそれを試してみてもいいんですけど、RGB や HEX コードを使って厳密に指定してあげた方が、もしかしたら簡単かもしれません。で、ただ、まあ、その RGB や HEX コードが、わからないっていうのが皆さんの問題だと思うんですけど、例えば Google でカラーピッカーっていう検索すると、その検索のトップのところに、こうやって色を、色の、なんて言うんですか、パラメータを教えてくれるようなアプリも、デフォルトで入っているので、まあそういうのを使ってもいいし、HEX コードとか、カラー HEX とかで検索するとそういうのを出してくれる、サイトもいろいろある、
あります。で、使ってみてください。はい。で、僕は、今回この講義の準備をするまで知らなかったんですけど、Office 365から Excel で、箱ひげ図も作れるようになったらしいです。例えば、さっきも、使ったこのデータですね。これを選んで、挿入で、普通皆さん、棒グラフとかかな使って書いて、あ、そうか、これは棒グラフってなんか、平均とか、分散とかを出して棒グラフ書きますよね。いうときに使うけど、この生データだけを入れておいて、挿入で、このヒストグラムのアイコンの中に箱ひげ図が隠されてるんですけど、選んでクリックすると、まあ、なんかそんな、それっぽいような図ができました。はい。なんか一応箱ひげ図でも作れる、Excel でも箱ひげ図を作れるようになったんですね。内部のポイントも表示することができるし、ここの色も、塗りつぶしをしないというふうにしたら、それぞれの点もわかるようになりましたね。はい。一応、Excel でもできるよう、これで満足されるんだったら、Excel を使ってやっていただいてもいいのかなと思います。で、このプロットオブデータ出たときに、多分皆さん注目されていたので、今回は私が紹介する機会をいただいたんですけど、例えばもう統合 TV にはすでに、使い方が載ってありますし、上坂さんの、ホームページの Mac で Informatics にも紹介されています。他にも、実験医学、ヨド社から出ている実験医学バイオ DB、バイオデータベースとウェブ2、ラボで使える最新70選っていうのを、中にも、紹介されていて、ここは僕が書いています。なので、皆さん、他の解説などを読んで、まあ、使いこなして見ていってください。最後に、プロトブデータの著者ら、友人が、提供している他のウェブツールについてもちょっとだけ紹介したいなと思います。プロトブデータのところから、最後に、about のページを見ていただいて、で、この、find our other database apps っていうところのリンクをクリックしてもらうと、他の、フロットオブデータが今トップに来てるんですけど、他の、例えば時系列データの可視化はプロットツイストっていうところでできるし、ggplot-r スーパープロットオブデータとか、プロットオブディファレンスみたいな。あと、ボルケーノーズ R っていうのとか、ボルケーノプロット RNSEC とか、とかね、の統計解析まで簡単にできるとか、デュアルルシフェラーゼレポーターセシステムに特化したソフトウェアとか、まあ、いろいろあるので、探してみて、使ってみて、遊んでみてください。で、最後、多分なんか応募者の、受講者の事前アンケートの中で、統計処理したいみたいなコメントがありましたので、さっきのプロットオブデータはデータプロットするだけなんですけど、プロットオブディファレンシー
だと、それも一応できるようになってるので、そこだけ、ちょこっとだけ紹介して終わろうかなと思います。で、今回、この時は、エグザンプルデータを使わせていただきます。フロートオブディファレンスはさっきの、1個前のページから、入っていただいて、何個目 ?4 個目から5個目になります。で、エグザンプルデータを読み込んで、プロットを押して、プロットがされました。で、その後に、サマリーの段階で、それぞれのデータを、の統計量が出てくるんですよ。ここに、ディスプレイ P バリューっていうのをやると、検定の中でもランダマイゼーションテスト、ランダム検定っていうのが、オートマティックにデフォルトで、してもらえて、その P バリューっていうのも出てきます。ただ、まあ、統計解析は、基本的には皆さん実験によって、実験デザインによって、どういう統計解析を、統計解析というか、検定をするかっていうのは、実験デザインする段階で決めてるはずなので、これがたまたま使える場合だったら使っていただいていいし、使えないんだったらこれは使うべきではないですよね。なので、そこは、統計の勉強は別で、しっかりしていただいて、使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。では、簡単になりましたが、プロットオブデータの講義はこれだ、これで終わりになります。お疲れ様でした。講義当日、事前にご覧いただいている皆さんは、まあ、自分、お手持ちの自分のデータを使って、じゃんじゃん、プロットオブデータを使いまくっていただければいいと思います。で、なんかわからないことなどがあったら、講義当日この後に質問の、時間を作りたいと思うので、その時になんかあれば聞いてください。はい、お疲れ様でした。